顔面ラップ早破り対決いきましょう。今回の企画はこちら、顔面ラップ早破り対決。よいしょー、来ました。さあ、恒例の企画となっておりますけども、はい、この対決は今回同居ちゃんと大沼ちゃんにやっていただきたいと思います。お願いします。はい、さあ、まあ我々ね、三振間のラップをこう練習を持ちますので、はい、2人こうラップを顔面から突入していただいて、はい、持ち手のところが切れたらもう OK、はい、でございます。はい、気がしない。あら、負ける気しかない。あじゃあもう必然的に同居者なしですけど、これ目標10枚で、倍任せてください。まあ、じゃあちょっと顔芸なら負けないんで、同居同居行きましょう。よし、じゃあ時間は30秒ですので、はい、じゃあ1枚目ちょっと同居さん、はい、30秒よーいスタート。はいはい、こういう感じで、こういう感じで、はいはいはい、ただ変顔が変顔が、ね、見えた。早っ、高速すぎて。さあ、じゃあ次は大沼ちゃんに行ってもらいましょう。はい、いじりついて。あ、ちょっと今、ちょっと小ずるしませんでした。まあ、みんなからお願いしましょう。よーい、スタート。あー、横からの1枚。あー、ちょっと2枚。ちょっと、大沼ちゃん、ね、これちょっとアプリ内課金でつかめ、ビッグマネーアップシークラウド。これちょっと、後で ちょっと後で委員会に話したて食らいますよ、これ。さあ、はい、残り10秒ぐらい。あ、ちょっと大沼ちゃん、顔でちょっとまた一発いってもらいますよ。一発いこう、顔で。顔で。あー、OK! さあ、時間の方は。さあ、終了。確実にちょっとね、ちょっとズルしてましたよね。ちょっとズルしたのが、そうです。ドキュちゃん、ちょっと見ちょっと許せないですね。そ、顔芸代表としてはそういうのちょっと、代表としてはね、トルネードスピン使ってたから、ね、これがアイドルなんで。という、これがアイドルか。むちゃくちゃやん。ドキュが本当にスポーツマンとしてやりすぎたことを確かに。じゃあドキュちゃんの6枚ということで記録達成しました。よし、イエーイ。さあ、そして今回はですね、後半はアプリに挑戦します。ラップを切り裂いた大沼さんに爽快忍者アクションでズバズバ切り裂いていただきましょう。隣で見ている同居ちゃんが興奮するかもしれません。おぉ、ご期待です。アプリ内課金でつかめ、ビッグマネーアップシークラウド。さあ、後半はアプリに挑戦しましょう。爽快忍者アクション RPG 忍ズバ戦国勇士族絵巻。よいしょー。爽快忍者アクション RPG 現在400以上もの多彩なステージを攻略しようという、笑いあり涙ありの忍ズバ界の物語をご堪能あれというね、アプリとなってますけど、はい、これはちょっとね、じゃあ大沼ちゃんにプレイしていただきましょう。はい、お願いします。頑張れ。右下のね、その5をね、嘘、その後とか難しい。いや、もう多分ゲームが得意そうですからね。確かに得意ですね。これね、プレイヤーはですね、主人公忍者くんを操作しながら任務をこなしていきます。任務中を襲いかかってくるたくさんの強敵を80種類以上の手裏剣刀とかで倒していってください。80種類もあるのもあります。多彩な忍術もありますということで、で、近くの敵は刀で倒して、遠くの敵は手裏剣で倒し、ゲージが溜まれば忍術を使うことができます。なるほど、ことでございます。じわるじわる、ひわひわ。ではやってもらいましょう。はい、任務開始。
し。オッケー、行こう。開始。さあ、結構早いね。早いよ。早いね。さあ、お金も取りつつってことね。お金も取りつつ。おお、すげえ。すげえ。技を。敵を一掃した、本当に。その右下のね、火というやつと、火というやつの技ができるというふうになります。うわ、すげえ。すごい。なるほどね。あ、火の倒しちゃったのを使うと。さあ、あ、敵が溜まってきたよ。あー、ゲイ加藤の術。やばい、やられる。あ、やられちゃう。ちょっとずつ食らってますよ。ちょっとずつ透明になっていってるよ。あー、 あー、やばい。あー、いけるよ。いけるいけるいける。おにぎり食べて。いけるかな。もう少し、もう少しゴール。あ、ゴール、あ、ボス、ボス的な。あー、いける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 。あー、いいよ。いやー、さ、あー、ごめん。さあ、近くは刀に倒して真剣で。あーあー、わな、いけ、キレ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 。どこ今、エリーだ。どこ、消えた、消えた。あれ、通り過ぎた。え、それあり過ぎた。強敵通り過ぎるのはあり。倒し、倒さず賢いやり方使いました。あ、見えた。失敗失敗失敗か。失敗か。難しいけど、うまいよね。楽しい楽しいということでございます、うん、さあ、まあいろいろねやりましたけど、うん、80種類以上の忍術みたいなのがね、うん、武器とかあったけど、確実に3つぐらいしかまだ使ってないから。いや、そうですね。いろんな武器が出てくるっていうことですからね。400ステージもあるんですもんね。いや、すごいな。400ステージに80種類以上ということで、うん、これでもね、その後やからね。その一発目でステージ5やってるから、まあまあ確かにだいぶ難しいの一発目になって。確かに、でも400ステージやるんだよ。これが200ステージになられるでしょうか。もっといろいろ武器見たいと思うので、ね、うん、もっとやりたいと思います。なるほど、やりたいと思える深みのあるゲームでございます。まあ皆さんもよかったらアプリプレイしてみてください。では次回も見てください、はい、さようなら。ニンニン